ですね。ということでですね、私なぜか3分前までパジャマでメイクをしてたんですよ。そうだからまだメイクが終わってなくて顔が薄いので少しメイクをしていきたいと思います。ちょっとね終わらせようと思ったんやけど全然終わんなくて、メイクをしていこう。あ、いつもと配信の部屋一緒ですよ。一緒一緒。いつもはこうやって配信してるんだけど今日はこうやって配信してます。それでいつもここにあの名前の何なんだっけ、ホワイトボードじゃなくてコルクボードが置いてあってこうやって配信してるんですけど今日はこうやって配信してます。ということでマスカラを塗っていきたいと思います。そう、昨日ドレッサーが届いて、でなんかそのなんていうんですかねあのよしって思ってすごいゆっくり動画を見ながらメイクをしていたらこんな時間になっていて、なんか今日起きたらいつもなんだかんだ6時半とかに起きてるんですよ、なぜか。だから起きてたんだけど今日はね11時半からショールームってやったんやけど10時40分ぐらいに起きちゃって、そう普通に体感はね6時半だったんですよ。でわーって思っておはようって思って部屋で時計見たら10時40分で、あ違うわ9時40分か、あ違うわ10時40分だったんだ。そう10時40分でそうもうやばいって思って急いで顔洗って、でもね私ここ1週間前ぐらいからすごいコーンフレークのチョコ味わかるかな、なんかがね食べたくて、てかコーンフレークが食べたくて、で昨日ねママに買ってきてもらったの。そうでもう本当に本当に食べたくて、で本当はこんな時間に朝起きちゃったからもう朝ごはんなんて別に食べなくても私てか普段あんま食べないので、だからもうすぐメイクをするべきだったんですけど、どうしてもコーンフレークが食べたいがためにコーンフレークを食べちゃったんですね。で朝ごはんを食べ始めたのが11時ぐらいかな、で11時10分ぐらいかなに食べ終わって、でそれからメイクをしたっていう。だからまだ皆さん落ち抜きの方いるかもしれないんですけど髪の毛朝起きたままなんです。そうここもアイロンかけんだけど前髪巻いてないんですよね今。だからきっと大変なことになっておられます。今スカラが伸び終わりました。すごい可愛いドレッサーが届いてくれて、そうで今こちらにはですねファンの方からもらった何メッセージカードとか、あとこれが私大好きでちっちゃいもんクラブのお花みたいな、ちっちゃいもんクラブの色が入ってるお花が、そう私青だから青いお花が入ってるんですけど、これが可愛くてずっと置いてます。ということで自分が何をしてないかよく分かってないので、とりあえずそうだからねこの前さ量産型メイクをなんかやってみてって言われたから、あなんかこんな遅く起きちゃったからメイク配信って量産型って思ったんだけど、いやこのあと外出るときさすがに私は量産型で歩く覚悟はないなと思い諦めました。おそう一日家にいる人かなといいんだけどね、さすがに量産型で歩けないかなと思って、地雷メイクなんかみんな地雷メイクやってて、なんか私流行りにまだ乗れてないんですよね。やだこれまだ流行りに乗れてなくて地雷メイクとかみんなやってるよね。サーヤとかもやってて、あとユウもやってたの昨日。
か、そんなに言っても結局マスクをするので、まあ、塗んなくても塗ってもいいんですけど、今ショールームをしているので塗ってみたいと思います。あ、ポポロ、かぼちゃとズコットなかった。なんかね、ポポロってあれですよね、なんかほんと日替わりレベルでどんどん変わっていくんですよ、メニューが。そうそう、いや、ポポロさん大好きで、そう、なんかちっちゃい頃からよく行ってて、ポポロはめっちゃ美味しくて、なんて言うんだろう、なんかオーガニックっていうのかな、なんかね、本当に素材っていうか、なんか無駄なものを入れてないみたいな。例えば私が食べたかぼちゃキャラメルかな、キャラメルかぼちゃかなみたいなやつだったんですけど、本当にかぼちゃみたいな感じで、いや本当に美味しいんですよ。そうだから、なんか海とか行った帰りには絶対食べるし、だとマリンピアとかたまに行くんですけど、マリンピアの前なんですね、あそこが。だからマリンピア行ったら絶対あそこ行くし、てかやることない日でもなんか今日食べたいねみたいな感じで、そう、駐車場とかもあるから車とかでも全然行けるし、そうそうそう、だからめっちゃおすすめ、美味しい。私はね、この前さ、海の写真あげたじゃん、インスタに。そう、だからその帰りに食べてきました。海の近くなんですよね。何してないんだろう。リップ、リップ。リップはマナタンからもらったリップを塗っていきます。いや、本当に美味しい。あとね、黒ごま味とかも出るし、私はなんか、そう、写真にあげたのがすごい珍しかったんですけど、毎回その好きなフレーバーの中一つと、あと搾りたて牛乳を絶対頼むんですけど、なんかズコットって書いてあってすっごい気になっちゃって、本当はかぼちゃと搾りたて牛乳を食べようと思ったんだけど、すごいズコットが気になっちゃって、なんだろう、なんかね、いろんなナッツとかが入ってて、くるみとか、そうそう、めっちゃ美味しかった。いや本当に美味しかったな、あれは。結構ハマりました。でもズコットも多分結構限定ものでもあるので、搾りたて牛乳とかは絶対ありますね。そう、本当に美味しいの。なんだろうな、なんかね、なんだろう、濃厚さ、本当に牛乳を飲んでるような濃厚さがあります。はい、でも私かぼちゃなんか毎回食べてるから、かぼちゃも結構ギットあんのかな。あと秋になるとさつまいもが出るんだよね。そう、あれも美味しいな、スイートポテトかな。そう、本当によく行くから多分全種類食べてんじゃないかなっていうぐらい。そうそう、なんかそんなね、すごい美味しくて、なんか結構しっかりしたジェラート屋さんって感じなんだけど、そんな高くなくて、なんか美味しいなって思っていつも食べておりますめっちゃ美味しい。そう、かぼちゃはね本当に美味しいな。あとね、サントピアにあるジェラート屋さん、メリーゴーランドの隣にある、あそこのジェラート屋さんも美味しいんですよね。なんかバスケ、小学校の頃バスケやってて、楽しみ会でよくサントピアに行ってたんですよ。夏休みにみんなでお楽しみ会みたいな感じで行ったんだけど、あそこのジェラート屋さんもすごい美味しくて、そうそう、美味しいんだよね。うわ、めっちゃ上がった。配信でメイクするつもりなかったのにそう、私ジェラート屋さんとか見つけるとすぐ入っちゃうんですよね。美味しそうです。なんか私びっくりするぐらいビューラー持ってるんですよ。なんかもうビューラー博士になりそうめっちゃビューラー持ってる。やばい、もう15分経ってるよ。今日は
メイクをしながらお話ということで、なんかよくわかんないんだよ、ビューラー何がいいか。今3本目試してます。何がいいんだろう。なんか日替わりで使ってます。ビューラー博士です。もう何でも聞いてください。だって5個ぐらい持ってた今。ビューラー博士です。もう何でも聞いてください。いっぱいあるので一個ください。私のおすすめはこちらです。ありがとうございます。ということで今日はあまりまつげが上がらない日でした。終わりかな。なんか今日いつもと顔が違うなって思ったのは多分前髪をやっていないからだと思います。なんかビューラー私よくわかんないからメンバーからたくさんもらいました。だからねあんまり買ってないです。そうでもこれはユウから誕生日ペンともらったやつだし、あともう一個はママからもらったのとか、なんかたくさんあるってつきと。あ、大事だな。私はこれがないと自分の目にならないんです。ちょっと目が腫れてるんですよね、すごい。あ、バラありがとうございます。そう、サーヤのメイクをね、真似してね、あのたなんかサーヤの道具がなんか増えてきて、なんか自分でも買ってないんだけど、たまたまなんかもらったり、これはサーヤになるしかないって思いながらサーヤを目指してます。ちょっとサーヤメイクからね、だいぶあの時が経っているんですよ。皆さん知ってる方いると思うんですけど、だいぶ時間が経ってしまったので、今度最新版を教えてほしいなって思っております。最後よろしくお願いします。多分最後もメイク変わってるから最新版を今度は教えていただきたいと思っております。教えて、何やってないんだろう。なんか多分前髪ですね。すごいんだ今ね。でもね、昨日ドレスが届いて片付けようと思ったんだけど、あの収納の箱を買ってなくて、でも昨日買いに行こうと思ったんだけどね、昨日はニトリに行って終わりました。なんかもう部屋をガラッと模様替えして、私の部屋今真っ白なんですよ。そう、なんか私壁紙が白と薄ピンクみたいな感じだから、白と薄ピンクでなりたいなと思って、だから私の部屋は今あの白と薄ピンクだけです。テレビ黒いけど。そうそう、だからその白い箱をニトリで買って終わりました。はい、ということで一本塗っていきたいと思います。確かにシャーベットピンク色だね。白とピンク、薄ピンク。そう、なんかわかんないけど白と薄ピンクになっております。今私はベッサーをね、あのショールームで見せようと思ったんけど、昨日メールで写真送ったのでちょっとねお預けということで、今着たいんだよね。そう、なんか全部終わってなくて、そう、ずっと真っ白な部屋にしたくて。そう、白ってなんか広くなるじゃないですか。そうそう、え、まだ15、あ、そっか、遅かったのか。ご来ありがとうございます。そう、今すごく真っ白でございます。いい感じ。じゃあひなー、あーい、今日はどうしよう、あ、やばい、なんかネックレスもらうことが最近多くて、そうそうなんです。おいしょ。
方からいただいたネックレスをしようと思います。めっちゃかわいい。綺麗になって私嬉しいです。でもなんかもうちょっと理想とはねほど遠いんですよ。だから今日ねなんかいいのがあったら買って理想のお部屋に近づけたいと思います。そう、もうね早く白だと寒く感じるの。でも私暑がりだからちょうどいいですこれが。ね、今度ね医療さん型メイクをやってみたいなって思っております。やってみますね今度。でも分かんないんだよね、ファンの方が結構ネットで調べてくれたり、なんか自分の分かるね、なんて言うんですかね、を送ってくれて、そのメールの返信とかで、とりあえず肌は真っ白、あとマット肌みたいな感じで、あとなんだっけな、なんかとにかくピンクみたいな感じですけど、なんかいっぱい送ってくれたんだけどね、ちょっと覚えてなくないんだけど。あ、そうなんだって思いながら、そうなんかね、肌白くマットみたいなのを覚えてる。あとなんだろうな、量産型って濃いのかな、ちょっとわからないんだよね量産型。なんか動画見てるんだけど、わ、量産型この人似合うなって思って終わっちゃうんだよね。やり方とか見ず、そう、うわ、かわいいって思って動画が終わってるんですよ、いつの間にか。そうなの、だからちょっとその癖直したいですね。ちゃんと習ってほしい、量産型メイクを。うん、ひぃー、リックドームなんだ、時代メイクのサイヤと量産型メイクのテラヒナ。嬉しい。え、でもどうなんだろう、時代と量産型の違いが私まだやかん。なんか時代は赤とかなのかな、怖い系。時代ってどういう意味、量産型ってどういう意味。って思っちゃうんだけど、なんか何の動画見ればいいんだろう。結構いろんな方の見てるんだけどよくわかんなくて、なんか今日顔が違うんだよね。何だろう、アングルかなって、多分髪の毛なんですけど、それは分かっております。見て、すごいアイロンかけてないからふにゃんってなってる髪の毛が。あ、バラありがとうございます。量産型ね、やってみようかな。でも多分私は量産型より地雷が似合う気もする。なんか自分で見ててね、量産型じゃないと思うんだよね、おそらく。なんか今日顔違うんだよね、本当にね、地雷が似合う感じするよね。結構さ、何、目力強めのさ人だからさ、私多分地雷ってなんかこういう感じじゃん、だからそういう感じな気がするな。わかる、めっちゃみんな分かったけど、わかるでしょ、量産型より地雷派だよね。だからあえて量産型をするっていう感じなんだけどね。ハートありがとうございます。そう、多分ね、時代が似合うってか、なんなら今そうなんじゃないかぐらい。いや、それはないか。そうそうそう、お洋服と髪色、お洋服ないよ、そんなピンクの服とか。ピンクの服だよね、ないよ、ピンク着ないもんだ多分。あ、難しいな、量産型何なんだろう。服持ってない、私ピンクの服持ってないんだよね、どうしかない。そうそうそう、確かに息がね、今日のカメラアングルが最後変えたからかな。そう、ちょっと高めのとこからやってます。確かにはるかピンクの服持ってるよね、いっぱい借ります、はるかから。
ピンクね、なんだろう、でもあピンクスカートはあるけどさすがに上はないかな。量産型って結構あれだよね、もうドレスぐらいのピンクだよねちょっとわかんない何言ってるか。そうそう、フォローしてよ、ありがとうございます。どうなんだろう、あ確かにアプリで髪色は変えられるから、じゃあ SNS で髪色は変えますか。いや多分ちょっとまつげがね上がってないんだよね、もう一回上げてみようか今時間が来るのにもう一回上げてみる。はるかと身長は同じぐらいじゃないかな、同じかはるかの方がちょっと低いかぐらいじゃないか。なんでこうやって上がっちゃうの、まあ、いっか。そうまたね、バイチャーバイチャーバイチャーってなんかあれですよ、昔言ってた気がする。あなんでだろう、今日ダメだわ、諦めます。ジャヒナの時代メイクみたい、今度やりますね。今日も大好き、ありがとう。あられちゃん、あ、バイちゃん、あられちゃんなんだ、かわいいな。最近ネックレスハマってるんですよ。そう、よくネックレスつけてる。なんか夏はネックレスだなって、自分の勝手な意見、意見、勝手な勝手なね、勝手な想像、うん、そう勝手にネックレスだなって思って、最近はネックレスずっとつけてる。イエイ。バイチャーってなんだろう、小学生ぐらいの頃になんか誰か言ってた気がするんだよ小学生ぐらいの時にバイチャーってネックレス、あ、やばい、揺れちゃう、止まれ、止まって止まって止まって止まれ、あ、止まってる、はい止まった、よし催眠術みたいになっちゃった。同じくお昼食べてまいります、バイチャーバイチャー、まあ、ありがとうございます。水かシャンプーの CM どとかやりそう、私私かな、みんな催眠寝そうって、あ、明日そうです、明日よろしく、そこで言って終わろう。明日は明日よろしく、マシモから受け取ったのでやりたいと思います、見に来てください、お願いします。明日はマシモからのお題はシャーベットピンクのちっちゃいもんクラブのカップリング曲についてと、あともう一つはアクセサリーですね、頑張りたいと思います。1時間ぐらいかな、5時から17時から1時間ぐらい配信するので見に来てください、よろしくお願いします。見てね、いやまつげがおかしくて、まあ、前髪をやればどうにかなるでしょうという感じです。ありがとうございました。今日も明日は明日よろしくです。見に来てください。ありがとう。バイバーイ。バイチャー。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。